はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシス、続きをやっていきたいと思います。じゃあメインステージ、今回も MS イグルですね。遠吠えは落日に染まった、こちらをやっていきます。ヒルドルブのお話ですね。てかさ、これ全部あんの？一年戦争記録自体は多分5話くらいだったと思うんですけれども、この他に、目視録の0079も入ってるんで、全部収録してるとなるとかなりのボリュームはなるんですけども、さすがに全部は入ってないか。まあとりあえずやっていきましょう。宇宙世紀0079、3月1日、ついに地球への第一次降下作戦が開始。地球連邦軍の脆弱な戦力はモビルスーツの前になすすべもなく、ジオン軍は各地で破竹の快進撃を続ける。ジオン総帥府は遅くとも8月には地球全土を掌握できるものと発表した。しかし現実はそう甘くはなかった。電撃的な進行を見せたジオン軍の地球降下作戦はおよそ2ヶ月で地球上の3分の1以上をその勢力下に置く。だがその広がりすぎた戦場はジオンの補給線の維持をも難しくするのだった。戦争の様相は物資を限りなく消費し続け、国力の乏しい公国にとって物資調達は深刻化する。こうした状況下に広告軍上層部は一見無駄と思えるプランであっても無理やり採用する傾向を強めていく。そしてそのプランの一つが、過去に行われた主力機動兵器の選出トライアルにおいて不採用になった兵器群の投入であった。地球降下 YMT-05試作モビルタンクヒルドルブ603はこれを受領後、地上試験を実施せよ。お言葉ですが、その機体は2年前に全ての評価を終えております。確かに軍不採用の烙印を押された悲しき狼であるな。では今更何を？ヒルドルブは地上試験終了後そのまま現地配備とする。回収の必要はない。それではまるで、いえ、応急現地改良にも限度が。知っての通り、地球侵攻作戦は国民に喧伝されているほど順調ではない。むしろ果てしなく物資を飲み込む泥沼に、我々は、これは上層部の決定なのだよ。あるものは何でも使う、なりふり構わずだ。603も僕たちも同じなのか。0079、5月9日。こいつが今回ヒルドルブに乗るやつですね。まあ自分で喋ってるけど、デメジエール・ソンネン。まあさすがにね、名前までは覚えてないですけどね。オリバー前はね覚えてますけど。最高速度110キロか。なんかそんなに速い感じはしないね。でも所詮はね、なんか戦車だからね。別にこれはモビルスーツじゃないんで、本当に戦車の改良版ですね。遠吠えは落日に染まった。
ちなみにこのね、ナレーションしてる人は、あれなんですよ、モディカ・キャディラックだっけ。こいつこいつ、モニクだし。モニク・キャディラック。今の女性の声が、この人の声ですね。まあ、あとでこいつもモビルスーツに乗ると思うんで。あれこれどっちが偉いの、貴様がとか言ってるけどさ。そんな口聞いてもいいの。100キロが目と鼻の先なんだ。孫年少佐だこいつ確か。結構偉いね少佐ってことは。まあさすがにね宇宙では戦わないと思うんで、まあこのまま地上に降りての戦闘ですね。孫年少佐。自分のことをよく分かってるじゃないか。タイは腐ってもタイ、軍人は腐ったら野良犬以下。みんな覚えるように。戦車共同弾。あーモビルスーツ適正試験に落ちちゃったんだ。人はそんなに強くない。コムサイでもね、地球降下能力あるからね、それすごいよね。ザクワン。こいつはね、もう制服がね、連邦軍だからね。こっちの方ね、こっちの方。フェデリコ・サリアーノみたいな。名前が難しいな、みんな。何？一体何が？そう、こいつらはね連邦軍なんですよ。要は連邦軍がジオンのザクに乗っていると、まあそういうことっすね。
爆発加減が半端ないよな完全に直撃を受けてるよね。コムサイくらいの大きさだったらさ、落とされてもおかしくない爆発だよね。高度700フィートってどれくらいの高さなの ?1 フィートって何メートル?いろんな単位があるよね。ゴルフとかだと1ヤードじゃないですか。こいつ中佐なんだ。こいつはこいつで偉いな。結構お偉いさんたちがモビルスーツに乗ってますね。そうでね、結構この作品ね、連邦軍がね、悪者っぽくね書かれてるんですよ。APF SDS行くぜ。そこを動くなよ。これ別にさ、ザクの頭にする必要なかったんじゃない？戦車的に結構時間かかるんだね。勘でやれってこと。ははその名の通りだ。さすが中佐だな。それなりの判断能力はあるか。まあ正直ね、これだけの敵戦力に対してフィルドルブ1機じゃ無理なんで、今回もまあ自軍の戦力がメインになりますね。もう話的にはフィルドルブ以外は味方の戦力はないんで。よし、出撃。ちょっと見ましょう、編成で。今回は地上なんで、地上用に備えたいけど、まずジムがいるな。ジムは陸戦にしよう。陸戦ジムの方が強いの?ヒットポイントとか、まあ、レベルが上がった分があるからあれか、まあ、防御とか機動性上がりますからね。陸しか使えない代わりに、能力はちょっと高いと。でザクワンからようやく解放できるな。そうするとズダはもう作ってあるんで、ザクワンスナイパータイプ、これは完全にあれだな。ビームスナイパーライフル一択か。まあ狙撃があるけどマップ兵器ですね。であとはズダは5にしないといけないんだよね。あ、そういや、ゴックがいるね、ゴック。ゴック入れるか。ザク2。
陸戦攻撃盗賊は作ったからね。じゃあ配置、ゴックを入れよう。ゴックちょっとこっちに入れよう。でこれスナイパータイプだからこいつに任せよう。で、クリアヒースローを何に乗せようかな。ボールはね宇宙しか出れないんで、そうだな、ちょっとザクタンクだな。こいつどこまでレベル上げればいいんだっけ。5か。あれ5でヒルドルブになったんだザクタンクいらねえわ。あ、そうだ、これだ、ヒルドルブになったんだもうあとは、あ、陸戦攻撃場型ザクか。これを入れよう。よし。相変わらず貧弱なメンバーだけど、まあ、ガンダムと6号機がいるんで。よし、これでいきます。戦闘開始。孫年がフェデリコと交戦。チャレンジが4ターン以内に孫年はフェデリコと交戦できるか。交戦すりゃいいんでしょ。戦えばいいってことだよね。で、コムサイがここにいて、ちょっとコムサイに寄りつつ、戦艦を動かすか。で、マスターユニットは少し突出させてもいいと思うんですよね。とりあえず一発で倒せるかどうかだな。ビームライフル。真ん中にしよう。あれ、ヒットポイントいくつだった？倒せるか。おお、ミカミックス等々レベル10になったぞ。ダメージコントロール。何ダメージコントロールって。生スキンがあるんだ。射撃戦特化。こいつ射撃の方が強いんだね、そうすると。ダメージコントロール。スキルを使用したユニットが敵にダメージを与えたとき必ず10残しますと。なるほどね。手加減ってことね。もうね、大体もうスパロボの精神コマンドでいきます。で、こいつぶっ倒して。で、ユニットのレベルもアップと。エネルギーを上げていきましょう。そうするとなザクはさすがにね、一発じゃ倒せないと思うんですよね。倒せないな。2200か、結構食らうな。あ、ヒットポイントはスキルで回復できるんで、ヒルドルブがここでしょ。で、フェデリコはここにいるから、戦えないことはなさそうだけどね、普通に。ただね、タコ殴りにされそうだからな、これ突っ込んでいくと。ちょっとマスターユニットがこっちに到着するまで待とうっていうか、なんかさ、変なの発動してたよね、今。周囲5マス、敵ユニットの命中率、マイナス 20%。あ、すごいね。これか。このザザザザザみたいになってるやつ。でもこれさ、6から9しか打てないじゃん。一番強いやつ、まあいいや。おぉ、46% か。さあ、ごめん、くたばりやがれ。マジックパワーダメージとか。いや、これちょっとまずくねえか。タコ殴りにされて死ぬぞ。あいつやられたら終わりでしょ、だって。ああ、この際狙われてるね。61戦車。ああ、フェザーファンネル使うの。フェザーファンネル、でも意外にね、エネルギー消耗は少ないですからね。で、それなりの攻撃力はあると。まあ、マジックパワー使うっていうのがね、あるんですけど、まあ、ビームライフル撃って減らしておきましょう。これでね、チャンスステップが発動できるようになるんで、このザクも取っておきましょう。いやー、そうとはいえ結構辛いな。そろそろ次食らったら、アラートになるんじゃん。っていうか、メガビームキャノンみたいなので一発で倒せんな。ヒルドルブ、どうする。痛いぞ、意外に痛いぞこれ。 46%、 37%。 よし、ヒルドルブはね、多分マスターユニットだと思うんで、
1ターンにつきちょっとずつ回復はしてくれると思うんだけど、なんか落ちたら嫌なんでセーブをしておきましょう。で、まずは戦艦を進めて攻撃ができるな。ミサイルで戦士倒せっかな。6000、うーん、倒せないか。じゃあここは ズダに任せよう。まずズダ、こいつのレベルを1上げて、てかここのグループはみんな禁止だな。よし、機動力この機動力の高さ異常でしょう。防御力は全然ないけどね。ガンダム6号機を出しましょう。届く？ビームライフル。そこです。指揮者。いくらさ未完成状態とはいえさ、背中につけてるさ大砲飾りかよ。なんで撃てないんだ。あとはゴックメガ粒子砲、意外に届かない。4までか。まあ、とりあえずここの部隊を出しておきますか。まだ大丈夫だと思うんだよね、別にスキル使わなくても。テンション超強気、これはテンションが下がった時に撃てばいいかな。このまま進んでいこう、こいつは。で、あれ、このバーニングファイヤーってさ、マップ兵器と普通のやつがあるんだね。っていうか、下まで武器あったんだ、全然知らなかった。こいつやって、これでヒルドルブの援護に行けるな。さらばだ。助けに来たぜ。でザクは攻めてくるんで待ちましょう。はや多分このままだと 2,3 ターンでいけますよね。ザゴメ、戦いを甘く見るなよ。あ、一応腕あるんだ。戦車だけど腕つけたんだね。外しやがった、マジかよ。ヒルドルブちゃん勘弁してくれよ。エネルギーがなー、だいぶ少ないけどしょうがない。エネルギーをどんどん鍛えていこう。で、ここの周りはちょっとガンダムだな。後ろのザクは来るまで待ちましょう。ザクマシンガンと。まあ簡単に言うと未完成状態っていうか、ベーシックか、ベーシックってありましたよね、そういえば。昔普通の機体にする前にそのベーシックっていうのを作って、そのガンダムになるみたいな。そいきなりガンダムじゃないと、ガンダムかっこベーシックっていうのがあって、それがね別にあんま強くないんですよ。ベーシックが完成すると普通のガンダムが出来上がるみたいな。クールダウンしたから、これどうしよう、回避しとこう。怖いなしかも俺かいなみたいな。ヒルドルブじゃ目もくれないな。
じゃあもうちょっと戦っちゃっていいかな。多分話自体はまた次に進むと思いますけど、だいたいこういうのってね、敵をね勝たしておいた方がいいっちゃいいんですよね。まあでもそのまま攻撃をしましょう。連続攻撃って書かれてるのがあれか。貫通って何？こういう属性もちょっと見ておこう。連続攻撃、命中時ヒット数によって与えるダメージが変動する。マジックパワー減らしバスト。ああなるほど、貫通結構いいね。数値以上のダメージが出そうな感じがするけど、上位弾使おう。奴の足を止める。止まったらカモだ。戦争を教えてやる。戦争を教えてやる。調子に乗りやがって。このガラクタめ、さっさと片付けてやる。まあ確かにガラクタって言われても惜しかったな。完全に足が止まってんな。戦場で足を止めるのか。やられるぞ。動力部がやられたか。こいつはもう終わりだな。また戦車とザクが出てきたか。アンノーン。後ろか。これなんだこれ。陸戦強襲型ガンタンク。すげえ、何これ、初めて見たんだけど。こんなんいた？何で出てきたやつこれ。登場作品とかは載ってんのかな。まあ開発かな。それはガンタンク作れるよね。まあいいや、これちょっと1個はパクろう、最低でも。でここはこいつもう動けねえじゃん。え、動けないってことはフェニックスガンダムでなんとかしないといけないってこと。もしや、マジか。ちょっとスキル使おう。まずハイテンションになろう。うわ最高って完全に危ないドラッグだよな。であれ、なんかエネルギー回復ってなかったっけ。まあいいや、まあ、こいつの力だったらビームサーベルで倒せるような気がするんだけど、まあ所詮はザクだよな。大したか。でもう一回攻撃ができるはず。でこっちを倒そう。ビームサーベル。プロペラントタンク的なのってなかったっけ。まあ、エネルギーがね1ターンにつき 10% ずつ回復していくみたいなのはねあるんですけど、これちょっとコムサイにもう少し近づこう。コムサイに近づいてきたところを、まあ、みんなで狙い撃ちすると。当たらないね。ゴックだな。ゴックメガ粒子砲。でここはちょっと下がるか。第1部隊を出しましょう。ガンダムを筆頭に
陸戦ジム、陸戦型のザク、そしてスナイパー、とりあえずこんなもんかな。まあ、まだね戦艦狙われる分にはそこまで壊滅的なダメージを食らわないんでいいんですけど、うわそうか、しかもヒルドルブただの的だな。さっきどうやって顔したんだマジで。回避とか普通に出てたけどさ、え強襲型ガンタンク早くね、もう射程内に入ったのこれ、こいつらザク部隊に任せるしかない。ただねちょっとテンション起こっちゃったからな、さすがに一発じゃ倒せないと思うんだよね。このメガビームキャノンで倒したっけ、19使うからな、9415を倒せる、すげえギリギリっぽいな。でもこれでどんどん上がっていくからな。エネルギー5しかない、ダメだ。で、じゃあ後ろのザクタンクは倒しにかかろう、出撃で、こいつさえ倒せばねもう白旗あげるんで1万2000か、まあ、結構あるといえばあるよな。攻撃は微妙に入らない、1個後ろに戻る、これで攻撃できるっしょ。むしろグループ攻撃ができんな、全員で一斉射撃。ふん、まだまだロートルとは呼ばれたくないんでな。何やってんだろ私。ここで一気に叩くぞ。一気に攻め立てるよ。こうなったら全力で行くだけだ。捕らえた。今です。このまま一気に突破しますね。このまま一気にやらせてもらう。このまま突っ込むぞ。どうやって当たってんだか分かんないからね、これだけ見ると。この俺に挑んでくるとはいい度胸だ。うわ強い。やすやれると思うな。9250。おーマジか。じゃあまずガンダム6号機を派遣して、3700は当たったか。今4ずつ上がった。こいつのなエネルギーを上げる意味はあんまりないんだけどね。帰還してこっからパクれる、一気パクれるな。で上からも来てるといえば来てるか。スナイパー全然無理やん。ジムの100ミリマシンガン強くね、陸戦型ジム。ジム無双なんだこれ。まあ2ヒットとかだとそれなりなのかな。でもここもあれ100ミリマシンガン3ヒット、いや一転してちょっとまずいな。スナイパーカスタムダメだ、届かない。下から来るやつは、まあ、ガンダム特攻機動型ザクあたりで大丈夫でしょう。でこっちも、フェニックスガンダムに任せておけば大丈夫なんでパスしましょう。ジャイアントバズーカ、んもう大丈夫か。
食らうとそれなりにねダメージが入るんだよね。やっぱりまあ、気合はテンションが上がりやすくなるっていう。この戦車これで倒したいけど、いいね。ミサイルランチャーこっちにしよう。こいつはそろそろ帰らないとまずいかな。どんどんレベル上がれ。いやー、まとめてレベル上がるからね、まあなかなか美味しい感じではありますけど、一回ね戦艦をめちゃくちゃ鍛えてね戦艦で無双できるような感じもやったことありますけどね、ジージネのオーバーワールドで。いや短期で一撃これはかなりでかいな。そして休ませて、前回か前回か、2チーム目を出すか出さないか。あれ確定で捕獲しましょう。これでいいかな。ザクチームは出さなくてもいいかな。スナイパーライフルで、ここでガンダムがビームライフル撃てば反撃で倒せると。さらにガンダムのレベルがアップ。コムサイが狙われている。コムサイってヒットポイントいくつだ。キャリーベースも若干まずくなってきたな。おお倒した、すげえ。下からがちょっときついかな、まあ、それなりのヒットポイントはありますね。じゃあこうやってでグループ攻撃でこいつとこいつのヒットポイントを減らすと。いくつだった4300か。おお超強気になった。でこいつ援護に戻って大丈夫かな。援護に戻る頃には戦闘が終わってそうな気もするけど。で、激戦ジムをここに置いて 100mm マシンガンで4200か。マジですか。ちょっと見積もりが甘かったな。命の見積もりが甘かった。ビームライフルで4500。ザクスナイパー支援のビームライフルと。で、あとはここにもね瀕死君がいるけど4200か。ガンダム6号機を出すか。いやでも普通に倒せるね。よーし超強気。さあどんどんいくよ。ってことはズナはもうレベル5になってるからね。ヒートホーク、よーし
これ下ももう壊滅できるね。あと上から来たあの2人に対処していけば大丈夫か。よーし、4レベル。いつ完成するんだこいつは。そろそろ完成してもいいんじゃないか。で、一応戻るか。まあエネルギーが半分くらい減ってるんで帰還させましょう。よし、あとはあの上の2体だけだな。マスターユニットが戻ってくる頃には戦闘が終わってそうな気がするけど、あれちょっといけねえわこれ。コムサイをおとりにするしかないな。で、ここら辺の人たちのレベルを上げたいからガンダムを前線に出すか。でガンダムを援護すると。エネルギー20。いい感じに減らしてくれたな。陸戦ジムだな。ビームサーベルで大丈夫でしょう。770だし。キャラクターレベルもアップ。ガンダムだな。あれこいつなぜか減ってるわ。ガンダム一人でよかったかな。てかこれさゲスト軍がいなかったら絶対無理だよね。ヒルドルブ一機でどうにかなる戦況じゃないし、まあ実際ねこんなにいっぱいね数は出なかったっすね。普通の DVD でも。対モビルスーツ用の装備はありません。すげえ、上半身だけ吹っ飛んだ。そして爆発した。芸が細かい。いやーかっこいいね。こういう演出かっこいいね。さらばだ。なかなか厳しいお言葉で。試作モビルタンクヒルドルブ技術試験報告書。我が603技術試験隊は去る5月9日ヒルドルブの地上試験を実施せり、しかれども敵コマンドとの遭遇により対モビルスーツ戦闘へと発展せり、この戦闘において試験パイロットデメジエル・ソンネン少佐は複数の MS-06J と交戦、そのことごとくを撃破し試験任務を全うす。戦闘は我が試作兵器を損失するもそれ以上の戦果をもって過去の不採用評価を払拭せしめたものと信じる。宇宙世紀 007-9 5月11日オリバー・マイ
技術注意。19,000円か、あれ少ねえな、いつも2万円くらいいってると思うんだけど。エースポイントまだ1回も使ってないからね。デメジエールソンネ、今回はこれか、謎のガンタンクを手に入れたかな。あとレベル的には8か、8は結構先だね。ガンダム4号機とかか、これはガンダム5号機、7号機もあるんだ。7号機はね結構かっこいいんですよね何が違うのっていうのはあるんですけどどうしようかな。ガンダム4号機、メガビームランチャーがあるのが4号機だっけ。でこっちがガトリングガンだっけ、5号機が。そうだね、ジャイアントガトリングだしな。両方マグネットコーティングはあるか。まあ、とりあえずこいつは置いとこう。で、ここは陸戦にしよう。陸戦ガンダム。よし、とりあえず、あと、ここか。ズダが。リックドムか。リックドムは、宇宙だしね。まずはドムを作るか。で、このザクは？ああ、そっか。4にしないといけないのか。あんまりレベル上がってないね、そうすると。陸戦型ガンダムだって作ったしね。これ何？ブルーディスティニーみたいな感じだな。作れれば作りたい。はい、というところで、じゃあ、MS イーグル第2話目も終了しましたので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。